リンクさん。オユアマックス。じゃあどうせ。私が神だ。シャレなんか。はっ。あ、落ち着きなさいちょっと。ナイス。改めまして松岡義継です。山崎光平です。岡崎美穂です。えごめんなさいね、モノマネシリーズなのかなと思って、うん、もうちょっとなんかリアクション欲しかったです。あ、うん、ちょっとね、ミポリンがあれ誰だろうって誰でもない、誰でもない、ちょっと低めのミポリンですね、はい、オリジナリティ、うん、はい、ではすいません、ゲストさん登場していただきます。こんな状況でこんな状態ですいません、すごいな、お膳立てとかじゃない、こんな空気になるとは思ってなかったそれで何も考えてないから、それに関僕らもすいません、すいませんでした、はい、本日のゲストに登場していただきます、いきなりですいません、カイロアイさんです。こんにちは、ハンバーグ。パンだよ、パンだよ、おやじあれやっぱちょっとこれ言い慣れてないあ、もう一回言っときます。こんにちは、ハンバーグ、カイロアイです。 ありがとうございます。こんにちハンバーグ、こんにちハンバーグそこだけに集中してなんかレアなワンハンバーグみたいなちょっと難しくなってんだ確かに僕ら普通に言えるようになってましたけど、意外とこう、うん、特殊なワードではありますよね。すごいね、なんか挨拶しかもね、最初、はい、なんか10みたいな、あ、そうなんですよ、焼く音、ね、焼く音まで、はい、すごいなんかどこまでもハンバーグ尽くしな番組なんだなってことがもうオープニング聞いてて伝わりました、うん、そうなんです、ありがとうございます。改めましてよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。嬉しい、ちょっとねマスクでの感じにはなっちゃうけど、はい、よろしくね、よろしくお願いいたします。はい、そんな茅野さんでございますけども、うんうん、まあ、どうですか、まあ、義継さんとの共演といったらもうかなりもう長いというか。そうですよね、うん、そうですよね、どれぐらいになるんですか。デビューからなんか最初の時は、うんうん、はい、最初って夢食いメリーかな、夢食いメリーあたりから、夢食いメリーから松岡くんが初めて主人公だった神様のメモ帳とか、一回3年ぐらいねレギュラーが途切れなかったんだよね、一緒にやってる、てか、ね、週に多分本当に何回会うのかってぐらい会ってた時期があるんですね、はい、でもそう思うと私関わってる作品松岡くん主役率めちゃめちゃ高いから、なんか確かに多分松岡くんが異常なほど主役をやってるんだと思うまあまあそれもそうですね、まあ、でも逆もしかりだと思いますけど、選ぶのは僕じゃないですから、お二人ともすごいしご縁もあるということで、ね、声の相性とかもあるのかもしれないですよね。でもそれ言われたことあるよね、スタッフさんから、うん、そうですね、なんかオーディションの時にその声、二人のなんか声の相性バランスがなんかいいから二人に決まったんだよみたいなことは言われたことある。なんかめっちゃいいですね、いい、うん、声の相性、自分たちでは全然わかんないんだけどねあとやっぱ二人ともいろんな系統の役ができるからっていうのは、うん、確かに、どの作品にもみたいな、ね、合うっていう感じですよね。最近は合わないね、最近なんかめっきり合わなくなるね。なんとそうなんですか。そうバーッとやっぱりなんか一個歯車がずれるとやっぱり合わなくなることってあるんだなっていうぐらい、うん、そう2人もない。あ、でも確かに共演が続く人とかいますし、うんうん、パタッと合わなくなるのは確かにあるかもしれないです。なんか時期が来たらさ、またがっつり1年ぐらい一緒なんだけど、はい、なくなったらあれ1年ぐらい会ってないような気がするみたいな。あ、そうそう、それこそほら基礎デートが長かったから余計感じるんじゃない、うんうん、そう確かに終わって、うん、あ、なんかお、なんかパタッとなんかなくなっちゃったなっていう感じがね、うん、ソードアートだとゲームの方ではね、そうそうそう、岡崎もちょっとなってたけどっていうのがあって、はい、でプレゼントっていうのも、はい、まあ、一応なんかいくらぐらいでみたいな、なんか一応決まってて、あったんですね。で、だからいくら5000円ぐらいだったかな、んか5000円ぐらいのプレゼントを用意してくださいみたいな感じだったから、はい、どうしようと思ってて、松岡ハンバーグ、ハンバーグってことはハンバーグを作るのか、あのお食事どころ松岡とかでほら、わかるよ、ないだから、うん、ハンバーグを作る番組なのか食べる番組なのかわかんないけどそこからなんかね、ちょっと、ま、なんか情報を得ようと思ったんですよ、うん、そのマネージャーから、はいはいはい、なんていう
何なのそれはみたいな感じで、でなんかもうあまりにも分かんないからいろいろちょっと聞いてお願いだからどういう番組なのか聞いてみたいな話にコメントを先に取っちゃってたから、はい、あのプレゼントは後から買いに行ったの で、 そうなんですね。だからある程度情報が入った状態でプレゼントを選ぶことができて、はい、で、まあ、ハンバーグだって言うからじゃあナイフとフォークがあれば、はい、まあ、番組でも使えるかなみたいな感じで選ばせてもらった。結構いい目の、ま、そう予算5000円だからかなりいい目、めちゃくちゃ切れ味がいい、あまりにも選んでてもういいなと思ったからうちにもね、はい、こうやって置いてるけど、揃いだ、めちゃめちゃ使いやすくてね、切れ味いいよね。使いやすいんだけどね、切れ味が良すぎて若干怖いんだよ、ね、だって刃物って感じだもん、ね、うん、落とすとね、お皿切れたことありますよね、なんか発泡スチロール、そう発泡スチロールのなんかランチセットみたいなやつ、これ見てよって言って上からパッて落としたらドスって刺さってめっちゃ受けてた、怖い怖いじゃあ同じセットがあるということは、かやなさんもこうご自宅でハンバーグ食べる際とかはもしかしたらこれ使われてたり、うん、そうそう自宅でね、はい、そう使ってるやつですごい良かったから あーと思って、そう肉切りやすそうだよね、そう、うん、もう何でもいけるからね本当に便利、なんかこうご飯用だけどペーパーナイフにしたいぐらいの鋭さがある、確かにいい感じのね、使えるんだよ、素敵なナイフフォークです、まあね、ちょそういう流れがあって、なるほど、そう用意してたんだけど、はい、それを話をする機会もさ、はい、そうですよね、確かに今までなかった、そうなんですよ、だからあれをもらってから、うん、いや来るだろう来るだろう、さすがに来るだろう、来ねえ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 、フラグだけね、そうですね、めっちゃフラグありました、そう2年半越しの伏線回収、ね、しかも DJCD で伏線回収、ま、でも松岡ハンバーグをねきっと応援してくれてる人が今日聞いてくれてるはずだから、はい、そうですね、そういう意味ではここでお話できて、はい、また良かったのかもしれないけど、いやもうめっちゃ喜んでますよね、でもねこれ、はい、なんか実現したのも一つもう、ね、テムさんとのね、坂のテムさんとのなんか再会が、はい、再会って言い方あれだけど、はい、あって、そこから今回ねその呼んでくださいよっていう話をね、うん、することができて、なんかあのアシスタントでさ佐藤玄玄君と最近共演作があるんだけど、 そうですね、その作品のなんかね生放送の時に、うん、テムさんがそれを担当されていて、なるほど、でなんかこの松岡ハンバーグの話になって、えもうあの私ずっとモヤモヤしてるみたいなずっと来から2年半前のすごいなんか不穏なメッセージとなんかナイフとフォークだけ送りつけてなんか何にも回収できてないのすごいモヤモヤしてるんだよねみたいな話をしたら、はい、なんかすぐさまこうやって呼んでもらえたからよかったと思って、よかったです、うん、来るべくしてついに、はい、話になったという話でございましたけども、それは皆さんが温めてた説っていうのもなんかありそうだよね、まあ、でもありそう、確かにこう大事な時にお呼びしたいっていうのはあったので、うん、まあ、こう通常会じゃなくて特別な DJCD っていう形で、うん、来ていただいたということでございますけども、うん、すぐさんちょっと、うん、まあ、2年半前にねこうプレゼントいただきまして、うん、まあ、それのお礼をね、お礼をここでちょっと改めてこういう思いで選んでくださってたという話を聞いたので、ちょっとすぐさんにね、うん、かやなさんの方にちゃんとお礼の言葉をくれるのよろしいでしょうか、大変申し訳ございませんでした謝罪謝罪だなんでいやね、はい、そういう経緯というのがね あったという事実と、そんな中でもちゃんとなんか某あそこで買いに行ってくれたわけなんでしょ、某あそこ、某あそこはもう、あ百貨店の話、そう百貨店の話、ああ放送紙見たらわかるもんね、うん、あなるほど、いいか、ね、そう別に隠さなくてもいいと思うんだけどだって言うとしたら某百貨店ですけどね、伊勢丹だけか、はい、そうそう言っちゃった伊勢丹に行って高級なナイフとフォークを、はい、買いに行ってきました、いや本当にそういう時間も割いてくださって、いえいえ、本当にありがとうございますあ素敵、いやよかった回収できました回収はい、というわけでですね、この後もいろいろお話を伺っていきたいと思います、うん、はい、なんとこの後は企画コーナーにも、かやなさんにお付き合いいただきたいと思います、うん、よろしくお願いします、はい、私が神です、明日4月の
いつしか時はまたそっと動き出した。